スターフォースをちょっと今お持ちいただいて、はい、持ってきたんですけれども、はい、これは持ってきたんですけども、はい、その後はいやもうご存知だとは思うんですけれども、あのジョイスティックじゃないと連射できないですよ俺。ああなるほどあの連射ってね、すみません、またファミコンあるあるが少し発生しているみたいです。これね大変なんですよ、みんなね、なんか期待満々な目してるけど、みんな無理ですよ今ジョイスティックがないと。あ、それとあとね、もう16連射は私の年齢はもう無理です、先に言っときます。もう63歳にね20代と同じやつはね無理です、肉体的にね。もう今肉体的にね、遅延も発生してますからね、反射神経ちょっと連射だけね、普通はね連射ってここら辺で打つんですよ。そうするとね連射に見えないのね、こうやって頑張っても。それでこれね上で打つの、上で打つ、上で打つみたいですよ皆さんね。すごい速度ですね、はい、速い、はい、これだけでありがとうございます。この時のスターフォースっていうのは画面上に3発しか弾が表示しないんですよ。だから下の方で3発撃っちゃうとそれが消えるまで次の弾が撃てない。なのですぐ消える位置まで持ってって撃つとああいう風に連射になって見えるから、もう当時はねこれだけでね騙されてましたよねはい、そういうことです。なるほど、ありがとうございます。とそうですね、このあたりでちょっとぜひ皆さんからも、高橋名人にご質問とかがあったらちょっとまあ、質問コーナーを少し設けさせていただきたいんですけれども、はい、何か聞きたいことがあるお客様、挙手をお願いいたします。はい、もう早かったですね。じゃあこの一番先頭のメガネのお兄さん、はい、ありがとうございます。ちょっとマイクをお渡ししていただければ。あ、はじめまして。はい、よろしくお願いします。聞きたいのが、最近、ゲームの配信であるとか、ゲームストリーマーっていう風なのが、もう前から出るんですけど人気が出てます。なんかそれについて、思うこととかなんか楽しみなことあったら教えてください。はい、ありがとうございます。いや、YouTuber さんとかはねすごく私的にはいいと思います。というかゲーム業界にで生活してるっていうかね、ちょっと働いてる身としてはゲームの楽しさを広めてくれるのが YouTuber さんとか配信者さんだと思ってるので、やっぱりねそこは面白おかしく、あ、このゲーム楽しいよねっていうのを広めていただけるっていうのはもう最高の方じゃないかなと思ってますね。はい、そういうことでよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして質問があるという方、じゃあ先ほど、一番次に、はい、手を挙げられていたお兄さんですね。はじめまして。昔から人生でやってた中でその最も苦手なゲームって何ですか？最も苦手なゲーム、苦手なゲームって割とね将棋とかってちょっと後手先考えろって言われても困っちゃいますね。だからシミュレーションゲームが割と苦手ですけど、好きか嫌いかで言うと今の FPS とか TPS、 あ、 FPS ってファストパーソンシューティング、第一人称のシューティングで、 TPS はサードパーソン。だから例えば、ゲームプレイに自分のキャラクターが映ってれば TPS だし、自分の目が映ってるようだとそれが FPS なんですね。でこれがスプラトゥーンかみたいな、例えばもうペンキ塗り合うとかだったら全然いいんですけど、海外のゲームのように人と打ち合うっていうかね、
ああいうゲームがねちょっと嫌だなと思ってるので、だから私はねほぼそういうゲームはしないです。だから逆に FPS っていうの TPS で大好きなのが地球防衛軍で、あの私幼稚園の時にウルトラ Q が始まって、小学校1年生の時にウルトラマンが始まったんですね。でキャプテンウルトラになって、帰ってきたウルトラマンになって、ウルトラセブンになってっていう、もうウルトラ世代で生きてるんですけど、やっぱりあの地球防衛軍のね感じ、地球を守ってるっていうのがもう大好きで、まああのアリとかクモを退治するんですけど、怪物をね、まあたまたまこうね撃ってると銃の射線上に NPC が寄ってきて自分から撃たれに来るっていうのがあるので、ちょっとそれまああれは人を撃ってるんじゃなくって、たまたまお前撃たれに来てるっていう風な認識をすると、そういう意味では人同士で撃ち合わなく打ち合わなくていいので、私はちょっと好きですね。まあまだあのまだ3ヶ月ぐらいしかね、6はやってませんけど、この間やっとアーマーレベルが3万2000ぐらいになりましたんで、もうちょっといけばいいかなっていう感じですね。はい。はい、ありがとうございます。さあ、もう一人、どうしようかな。もう全責任。そうですね、ザトちゃんに全責任。あ、ちなみに私あの東ザトというすごい言いにくい名前なのでザトさんと呼ばれます。、はい、そうですね、じゃあこちらのコートのリーさん、ごめんね、近い方がマイク渡しやすいから。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。僕高橋名人の存在を知ったのが小学校の時に、あのファミコンの高橋名人の冒険島を遊んだきっかけなんですけど、はい、1986年発売ですね、はい、ご自身がゲームソフトになるって聞いたとき、どういうお気持ちだったかを。ああ、はい。あのね、ゲームになる瞬間は、ちょうどあの、あれってアーケードゲームのワンダーボーイっていうゲームのをファミコンで移植してたんですね。で、ある程度作られたときに、あの会社の副社長と一緒に、ちょっと高橋開発行ってみようぜっていう、見に行って、で、こう、ワンダーボーイを見てたらですね、副社長が、今よお前高橋お前人気があるんだからこれお前にしたらどうだっていうのがありまして、それでなんかみんながいいじゃないですかって言って、もうあれよあれよという間に決まっちゃったんですよ。だからね、どう思うかは別にそんな感じでなかったんですけど、その後ゲーム大会やるじゃないですか、冒険島でゲーム大会。たらね、大体小学校の高学年の子はみんな真面目に言ったらおかしいけどやるんですけど、低学年の子とか幼稚園の子がやっぱり並ぶと、やっぱりほらお兄ちゃんに負けるんですね。さらね、別なことで遊び始めるんです。まず焚き火の前でポーズをかけるんですよ。でゲーム大会中ポーズをかけるっておかしいから、これどうしたのって行くじゃないですか。そしたらその幼稚園児ぐらいが私の顔を見て、えへへって笑って火の中に飛び込むんですよ。で全身大やけどで死ぬっていうね、あのシーンを見てまたギャハハって笑うんですよね。でこっちはこっちで人殺しって言って、それでまあ大体終わるんですけど、まあ大体ね200人ぐらいやると、4、50人がそういう低学年だとしたら、1回のゲーム大会でほぼ全てやってましたね、みんな。だから人殺しを大体 4,50 回言ってた記憶がありますけど、だからそれを見るとね、あ、ゲームになってよかったなと思いましたね。あの楽しいですもん。やっぱりテレビゲームってね、ツールだと思うんですよ。人と人とで会話を成り立たせてくれるもの。例えばじいちゃんと孫だって一つのゲームで会話できるようになるじゃないですか。だからそういうツールとして、あ、そういうのってすごい正しい使い方されてるなと思いましたね。だからそのね、一つになってればもう、あ、冒険島最高だなと思いましたね。難しいけどね、難しすぎるよねあれね。あれアーケードゲームだから、アーケードゲームってどうやってお金儲けるかっていうと、失敗させてコンティニューさせるために100円入れさせるんですよ。でそれをそのままファミコンに移植してるから、それ難しいんですよね、あれ小学生には無理だよね。私もね1回だけクリアしましたけど、もうね2回目はどうでもいいやと思って。はい、そういうことでいいですか。はい、ありがとうございます。はい、すみません、先ほど手を挙げられていたお客様、もう一度手を挙げていただけますか。あ、ありがとうございます。すみません、もう一人行く。もう一人。あ、いいですよ、いいですよ。はい、
地声で大丈夫です。もう今日は帰るまで時間ありますから、俺。帰るまで。はい、じゃあ、当時、とてつもなく大スーパースターになられたと思うんですけど、当時のなんかそういうエピソード、例えば、バレンタインデーにトラックでチョコレート運んできたとか、ヘリコプターで移動したとか、そういうなんか当時のもう物語のエピソードがあったら教えてください。じゃあバレンタインあの時ね一緒に仕事してたのが光源氏さんだけど、チョコレートで負けましたね。僕ねチョコレートはね赤帽3台かな。向こうはねなんか2トントラック4台とか言ってたんで、畜生と思いますけど、まあジャニーズとね大破ってどうするんだってなりますけど、まあでも、うん、あとはね、忙しくね、なっちゃうとね、ダメです。ダメですっておかしいけど、生放送があるときは大体5時に起きるんですね。5時に起きてテレビ局行って生放送やって、まあリハーサルやって放送終了前だから大体9時半ぐらいに解放されるんですけど、その後仕事するでしょ。私会社員だから、まあ大体9時出社なんだけど、まあ生放送あるから10時、10時半に。でその後18時ぐらいまで会社で仕事して、で小学館に行って、でコロコロさんに挨拶した後スピリッツ3で、幼稚園小学学年誌1234567で挨拶して、またコロコロに戻って、まあ打ち合わせをして、でだいたい終わるのが、25時か26時ぐらいというのをやるとですね、もうだいたいせいでコロコロさんに誘われて飲みに行くじゃないですか。で帰ったら次の日のだいたい朝8時ぐらいなんで、もうね体壊しますね、あれはね。であとはね、うちでの睡眠時間がなくなるんですよ。一回ね1986年の第2回キャラバンの時、7月20日から8月31日までで、私自宅に帰って寝たのが確か2泊ぐらい、当時10万円ぐらいの家賃だったんで1泊5万円ですよ、自宅はね。でその代わりね飛行機とかの移動の時に寝るんですよ。だから大阪まで来る時って飛行機だと1時間だけど、新幹線2時間半だから、絶対新幹線を取ってもらって、で2時間半寝れる方がもういいんですけど、当時ねエアチケットって回数券みたいのがありまして、6枚綴りで1冊で、それに便名と名前書くとそのまま乗っけてくれて、で生産はその後会社に行くんですね。でそれをね大体6枚綴りをJAS、ANA、JAL 2冊ずつもらってて、大体1ヶ月でそれが全部なくなる。だから JAL カードってグローバルカードっていうのを皆さんご存知ですかね。 JAL のマイレージカードで年間60回乗ると桜並木にすぐ入れるんですよ、有料の待合室。あれね大体2ヶ月できましたね。やばいっすよ本当に。だからね、あんまり仕事は忙しくならない方がいいですね。あと何ですかね、そんな話は面白くないでしょ。まあ皆さんちっちゃい時にやっぱりこういうふうにねイベントがあって、でサイン会とかするわけですよ。で握手して終わるじゃないですか。で大体当時ね私握力85キロあったんですけど、だから子供にねギュッと来たらギュッと返すぞって言うんじゃないですか。ただ大体子供ってねそういうの乗せられたと思うからキュッと来るでしょ。だからこっちもキュッと帰ると大体軟骨がボキボキっちゅうんですよね。あれでね傷害罪で逮捕されたっていう偽の事件をねかまされましたね。逮捕されてませんよ私は。ね、お咎め受けたのは、交通違反ぐらいです。逮捕されてませんよ。逮捕されたってまだ信じてる人いますか。嘘つけ、一人も手挙げてないだろ。嘘だ。俺いろんなとこでイベントするけど一人もいないって絶対いなかったよ今まで。まだ信じてるのっていうね。だから逮捕されたっていう噂があって、で普通はどういうことで逮捕されたっていうのがニュースになるじゃないですか。でどういうことっていうのはないんですよ、逮捕されてないから。そしたら子供はね一生懸命いろいろ理由を考えるんですね。まず最初16連射が詐欺だった。
うん、まあ詐欺ね、薬飲んでやってたから薬事法違反、お酒を飲んでやってたからなんかアルコールなんとか違反とかね、いろいろあって、あとここになんか電極を仕込んでたとか、あとは何だろうな、あ、さっきのやつで傷害罪ね、あと多分ね、あの新聞に1回載ったんですけど、高橋名人逮捕されたってびっくりマークと甘だれついてて、で記事読むとちゃんと逮捕されてないっていうのが書いてるんですけど、で子供がね、お父さんに聞くじゃないですか、その新聞見て、名人逮捕されたのって聞いたら、あ、こういう有名人は脱税だよって言ったら、脱税で逮捕されたよってね、もういろいろ言われましたけど、逮捕されてませんのでね、あの皆さんの周りに逮捕されてたよねっていう人がいたら、しっかり否定してくださいね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いいですか、こんなんでいいですか。ありがとうございます。それではこちらで、トークショーの方を、終了させていただきまして、皆様いよいよ楽しみの、シュウォッチ対決をさせていただこうかなと思います。今日ね、やばいっすよ。やばい、寝てる時にね、ちょっとしびれたなと思ったら、本当今日ね、全然さっき言った記憶出ないの。あら、ということは皆さん121しか出なかった。 121? すごいですね。ちなみに最高記録はこの間伏見店か枚方で131ですかね。お、はい、まああの塩地はね、あの5人とやりますけど、その後みんなあのマリパやりますからね。皆様楽しみにしていてください。連打で3本やりますからね。はい、ね、多分10秒ぐらいで終わるんで、ほぼ全員いけると思いますけど、まあほぼ全員で俺連射したら多分疲れちゃって、夕方のイベントはもう我慢してくださいね。ありがとうございます、はい、ではここからちょっとシュウォッチ対決の方を始めさせていただきます。はい、よし、このあたりでちょっとヨムヨムくんがですね、お昼ご飯をまだ食べてないみたいで、お腹がペコペコみたいなんです。何でもない、何でもない。お疲れ様でした。ヨムくんを少し下がらせていただいて、お昼ご飯を食べて、また4時の会、ね、すみません、写真撮影の会に来てくださいます、はい、じゃあこのあたりでヨムヨムくん、さようなら。もうね、ディズニーランドもみんな20分で決まってますからね。でここからですね、ちょっとシュウォッチ対決、事前にツイッターで抽選を、させていただいた当選者の皆様が今ここに3人いらっしゃいます、はい、で今回なんですけれども、ちょっとスペシャルゲストといいますか、今回リニューアル記念のイベントといたしまして、当店ブックオフアグロガーデン神戸駒ヶ林店を代表して、まずですね、ちょっとデモンストレーションとしまして、はい、スタッフさんと対戦を少しさせていただこうかなと思います。はい、はい、ではこちらですね、どうぞお進みください。はい、でこちらがですね、スタッフの高山さんと申します。高山さん、意気込みをお願いします。よろしくお願いします、そうですね、ゲームは1日1時間しかやってないんで、ちょっと腕が鈍ってるかもしれませんけど、ぜひ名人の胸を借りして、あ、お願いします。どこの売り場ですか。奥のリリース売り場の方で、はい、雑貨担当やっております。雑貨、ぜひ皆さんもご覧になってください。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。これから、進んでいただきまして、シュウォッチ対決ですね、まず、アグロを代表して、させていただきます。名人どうですか。ね、いや、やってみなきゃ分かんないですよ。もう分かりますよね、遊び方は。A、B、どっちのボタンでも押し始めたら10秒カウントダウンするので、もうこのままスタート。もうそのままで大丈夫です。はい、それでは、お二人ともご準備はよろしいですか。映るんですか。あ、ちょっと画面で映ります。映らせて。映りますね。入力に、ここの
リアってデュエルスペースっていうことは、カードの対決をここでするんですか？はい、そうです。カードの対決をここで普段していただくという形で。はい、予約制？来た者勝ち？今のところ来た者勝ち。来た者勝ちっておかしいけどね。そうですね。あ、空いてればいつでもできるんだね。はい。ちょっとまだ時期は未定なんですけれども、はい、今後追ってあのこちらの方でデュエル大会とかも予定しておりますので。あの私も昔未来橋カルタ商会というところに出向になりまして、あのほら宣伝部やってたんで印刷がちょっと詳しかったんですね。だからトレーディングカードね、割と作ってたんですよ。トレーディングカード制作も、うん、制作もしてましたね。あの当時だとホリプロさんの、ホリプロアイドルパラダイスだから優香ちゃんとかねのカード作ったりとか、何でもやってますね、こうやって見るとね。そうですね。あのもう八百屋やってたのは四十数年前だから、今のトマトとかもう全然わかりませんけど、カメラの方ね、もう昔なんだろう、ファストトマト、桃太郎、ミニトマト、この3種類ぐらいしかなかったですよね。今なんか、うん、めっちゃくちゃありますよね。いやでもね、今のトマトはね、甘くなりすぎ、そう思いません？やっぱりトマトって酸っぱいからいいんだよね。俺が小学校の時のロジトマトなんかさ、砂糖かけないと食えなかったんで、酸っぱすぎて。本当にね、技術の進歩ですね。ちょっと練習しとこうかな。見えますか皆さん、めちゃくちゃ早い。うら全然行かないよ。お何回ですか？123。おー、すごいです。ちなみに私の最高記録97回なので、全然違う。 あと3発じゃないですか。お、ペットボトルで。あー、重たい、やっぱり重たい。あ、すげえ。お、重い方がいいじゃん。お、何回ですか？124。おお、すごい。あ、今練習して大丈夫ですよ。はい、練習して大丈夫。すいません、今ちょっとした機材トラブルで申し訳ありません。いえいえ、大体このカメラは映像の出力はありなんですかね？あ、そうですね。そうなんですね。ちゃんとチェックしたんですけど、はい。え、これ分配されてるんですか？分配してます。おう、マイクはね、そいて握るとハウリング起こるんですよ。もうそのままこうやってスピーカーと逆の方に向ければ大丈夫です。あのカラオケ行った時にマイクをこう頭をこう持つ人いるじゃん。あれハウリング起きるからね。あの、はい。もう、はい。あと何か質問答えようか。そうですね。もう一人ぐらい。もう一人。あ、じゃあ奥行きますか。今奥の赤いマスクの。今名人取ったら明治の高橋名人。はい。その前はコナミにいらっしゃる。コナミはね、いないです。うん、ハドソンから、まあハドソンがコナミに吸収された時に、と考えて入らないでもう抜けました。まあ、入ってたとしたら、まあ、コナミとか、まあ、遊戯王とかのカードゲーム。はいはいはい。名人視点としてはカードゲームってどういう、なんかゲームは1日1時間とか、カードゲームも1日1時間だったりとか、なんかそれだったら売れるかなとか、なんか、あ、はいはい、そういうのなんかありましたら。そうですね。あのそもそもね、ゲームは1日1時間っていうのは、あの1時間でやめろっていうこと、まあそういう風になっちゃうんだけど、基本的にはそういうことじゃなくって、大人の方は別に何時間やってもいいんですよ。うん、あの小学生の皆さんにはゲームだけじゃなくて他にやることいっぱいあるだろうと。で大体ね、でも1時間でやめろしたってみんな
やめないですよね。まずね、3人友達がいたら A 君家で1時間、B 君家で1時間、C 君家で1時間、3時間遊んでっていう。でもそれぞれのお母さん方から見ると1時間でやめてるわってなるじゃないですか。だからそれはそれで知恵を使ってるんですけど、でも小学生の時ってもっとほらサッカーだったり野球っていう体鍛えるのもそうだし、小学校の時でなきゃ勉強できないのもあるし、だから全てやってもらいたくって1時間にしたんですよね。だ別に遊戯王だろうがカード関係だろうが、僕はね楽しいのをそこで見つけているんであればそれでいいと思いますけどね、はい、だもし私がコナミに入って遊戯王のカードの、まあ、制作者かなんかになったとしたらそれはそれで頑張ってると思います。はい、はい、ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいますか？せっかくなのでこの機会にどんどん質問しちゃいましょう。あ、じゃあ今手を挙げていらっしゃる帽子の履き方ですね。ちょっとマイクが行きましたね。はい、多分ね引っ張らないからこれ持ってく？すいません、明治にお久しぶりです。はい、ですね、お久しぶりですね。いつお会いしました？19年ぐらい前に。ごめんなさい。はい、ソフマップの方にちょっと来られた時期なんじゃないですか。え、どこのソフマップ？秋葉？神戸店です。神戸店、はい。あ、販路の一つだったら行ってます。はい、18年前ね。はい、はい、それを覚えてるんです、はい、それはまあちょっと話はちょっと別として、はい、ファミコン芸人のファミコン芸人、藤田君？藤田さんと、はい、親友ですか？いや、親友じゃないですね。それだけちょっと聞いて。あ、岡山さん、ありがとうございます。藤田くんはね、芸人として頑張ってるじゃないですか。で、今何本、1万5000本だか持ってるっていうね記事書いてるし、だからまあファミコンレトロゲームとしを楽しんでるっていうか、それを使ってまあネタをね広げるっていう芸人でいけばいいんですけど、今までね何回もねちょっとこうした方がいいんじゃないのって言わせてもらったんですけど、何一つやりゃしないんだよね。まあ別にいいんですけどね、はい、一回マンションに行ったらもう普通に乱雑に積み重ねられてるのよ、ゲームが。だからお前さ、これ揃ってるって別にいいけど、もうちょっとコレクションをしろよと。だからファミコンはファミコンだけとかさ、で地震の時崩れるだろうって言ったら、いや結構崩れませんでしたよとかって、布団の周りにファミコンのこういうカセットがもう何本もこういう積み重なってんの。だから下の方行ったら紙の箱が潰れかかってんのね。だからお前もうちょっとしたらっていうのはねずっと言ってます。え、お知り合い？はい、だから俺がそう言ってたって伝えてくれる？はい、あ、いえ、たまたまちょっと言うYouTube でちょっと見てみます。あ、はい、はい、ですね。あ、もう大丈夫ですか？はい、はい、はい、それではお待たせいたしました。はい、どうする？寄るんですか？寄るっていうことはここら辺でやれば大丈夫？早いですね。あ、動いちゃった。はい、あと3秒後に。はい、はい、はい、ではお待たせいたしました。それでは、はい、ではアグロを代表して、そして高橋名人との手ウォッチ対決です。お二人とも準備はいいですか？はい、はい、それでは私がレディーゴーと言ったら始めてください。いきますよ、レディーゴー。早い、めちゃくちゃ早いですね。
あ、喋らなくなってるよ。お、行きましたかね。じゃあ高山さん何回ですか。ここ78回。拍手。はい。それでは高橋名人は、おお、4でした。124回。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいですね。皆さん見えました？すごい。